おはようございます、クワです。3日目の朝、現在はですね、バヌアツにある、バヌアツの首都ですね、ポートビラにあるパシフィックパラダイスモーテルみたいなところに宿泊しております。昨日の夜についてね、なんかどこもお店もやってないし、周りにお店ないし、ご飯も食べてなかったんですけど、まあちょっとね、あんまり綺麗なホテルじゃないということで、結局ね、シャワーも水しか出ず、水を浴びたといった感じです。で、今日の今7時半ぐらいなんですけど、朝7時半ぐらいなんですけど、今日はタナトちょっとよくわかりませんが、ちょっと離島の方に行ってですね、ボルケーノツアー、火山のツアーにですね、なんか参加できるということなので、それにちょっと参加してね、行きたいと思います。離島なんでね、こっちもお湯が出るのか、水しか出ないんじゃないかっていう心配はとてつもなくあるんですけど、きっと離島でもちょっとね、いいところに宿泊する予定なんで、さすがにお湯はね、出ていただければなと思っております。飛行機で向かうので、またね、8時にタクシーの、昨日送ってくれたタクシーの人がホテルのフロントまで来てくれるということで、それまでにね、もろもろ準備して空港に向かいたいと思います。国内線なので、まあそんなに前に着く必要もないので、ここまで写真あんま撮ってないんでね、写真の旅なのに、まあ基本移動ばっかりなんで、こっからね、いい写真を撮っていければいいなと思っております。それでは本日も行ってみよう。ハープさんです。タクシー乗ってます。というわけでですね、朝8時でございます。ホテルから空港まで約5分、ドメスティックのターミナル、国内線のターミナルに来ました。ここからね、タナの方に向かっていきたいと思います。ちょっと風があって肌寒い感じなんでね、まあ大丈夫でしょうが、雨とか降らないといいんですけど、一応快晴です。それでは早速チェックインを先にしちゃいたいと思います。鼻息が出ております。7F です、後ろから乗るスタイルなんで、だいぶ前の方になります。はい、というわけでタナ島に着陸しました。だいぶ小さい飛行場で、芝生な飛行場なんですけど、なんか風も気持ちいいし、かなりいい感じです。ちなみにこれが空港の待合室かな。で、これがバヌアツエアで、小型のね、あれも止まってます。セスナみたいなもん。というわけで、やってまいりました、タナのグリーンなんちゃら、エバーグリーンなんちゃら、エバーグリーン
リゾートですかね。かなり綺麗というか、まあ綺麗でしょう。いいとこです。トイレとかなんか下が揺れる感じがして若干の怖さはありますが、まあトイレとシャワールームが、こうやって結構広いですね。で、まあ洗面台があってっていう感じです。離島にしてはなかなか良いと思われます。なんかちゃんとアメニティもね、シャンプーなんだこれ、コンディショナー、バネ圧って書いてあります。で、まあ石鹸ですね、と何これ、ハイビスカスみたいなのもついてます。めちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。というわけでですね、これからまあ先に準備だけしちゃって、ビーチをちょっと見て回って、昼ご飯を食べて、ボルケーノツアー、火山のツアーに行ってきます。ボルケーノツアーの前にちょっとね、海とか見たいんで、せっかくなんでね、ちょっと海の方行ってみようかななんて思ってます。めちゃくちゃ親切です。ウェルカムドリンクも変な味しましたが美味しかったです。海に来ました。一段落したんでね、海に来たんですけど、もうめちゃくちゃ綺麗です。もう完全に透明、これはいいでしょう。泳げはしなさそうだけど泳ぎたいよね、本当は。サンゴの上に立ってる感じで、風はちょっとあるんだけど、かなり気持ちいく、ね、いい感じですよ。もうかなり綺麗です。泳いでシャワー浴びて山登るみたいなプランで行こうかなと思います。今からボルケーノツアーです、おっちゃんと2人でボルケーノにプライベートで行きます。もし歩いて登りたかったらこっち側から登れるみたいですが、逆側から車で行けるそうです。歩いてるやつもいますね。というわけで、ここがボルケーノのエントランスみたいです。待合室的なところに通されました。ここで何かを待つみたいです。トイレがあるっけ。
はい、というわけでですね、ボルケーノツアーからですね、戻ってまいりました。ボルケーノツアーはですね、最初なんかホテルまではピックアップが一人だけ来て、あれこれもうプライベートで行くツアーなのかな、なんかちょっと聞いてた話と違うな、なんか聞いてた話だとみんなで集まってこうなんか集合してその火山に行くっていう話だったんですけど、なんか一人だけ僕だけ連れ出されてボルケーノのツアーに行くよみたいに言われて、でまあ蓋を開けてみたらボルケーノの麓、火山の麓まで行ってみんな集合してそこで、並んでみたいな感じで一気にこう火山の方にですね上に登るっていう感じのツアーでした。実際ねこう正直ブログとかインターネットとかを確認してると何も基本情報がないんですよ。なのでどんな格好でとか行けばいいのかなと思っていろいろ念のため持ってってみたんですけど、一応このなんかノースフェイスみたいなシャカシャカウィンドブレーカーみたいな、一応なんかそのレインコートみたいなのは借りれます。なんでもう正直この T シャツ1枚とかで行っても全然なんとかはなります。でなんかその火山灰のためのゴーグルとかそれこそマスクとかも借りれます。なので正直ズボンさえなんかちゃんとしてれば大丈夫かなと思います。ズボンはね半ズボンより長ズボンの方が絶対いいです。っていうのもですねかなり寒い、なんか結構高いところにあって風もビュービュー吹いてて、音も多分聞いてもらってるから分かると思うんですけど、話してる声も聞こえないぐらい風が強かったりして、もうかなりですねなんでかなり寒いので、なんかちょっと心配な方は中に1枚こう羽織ってウィンドブレーカーみたいなのをさらに上から羽織っていった方が寒くはないんじゃないかなと思います。でですね、一応今日はその感じでボルケーノツアー結構ね盛りだくさん勝手にやっちゃって、シュノーケリングも勝手にやって、でボルケーノツアーに参加して、で今回ねちょっとね星がねやっぱり離島なので綺麗すぎるんで、ちょっと星の撮り方をねまとめる動画をねちょっと別で出したいかなと思っているので、ぜひ、ちょっとご覧いただければと思います。で、この後は、ディナーを食べて、まあ、ディナーはね、ボルケーノツアーに行く前にもう予約してたりするので、それを食べて、星の撮影をね、していきたいと思います。それでは、ディナーへ行ってみましょう。